まあ、リハ中とかにね。あ、でも来ないかな。会うときに何が何だか。そうですよね。だから、まあ、1個目のやつは、あ、おはようございます。おはよう。コミュニケーションっていうのは、その、多分みんな緊張してると思うんですよね。そのステージに立つときとか。でそういうその緊張感をできればメイクしてるときにそのほぐしてあげることができたらななんていつも心がけてます。その彼女たちの持ってるものをその引き出せたらすごく合格かなと思ってて、まあ、特別 そんなに可愛くするっていうよりもその肌って生きてるんで、いわゆるコンディションが悪かったりコンディションがいいときもあったりするんで、いつもの彼女にしてあげる、いつもの彼女にしてあげることによってすごくリラックスできるみたいな、そういうことをすごく心がけてます。おはようございます。全く色味を感じないんだとさ、確かにそれも、ね、寂しいよね。こうやって決めていきます。ここつけたらゴムでこれを取れないようにえっ ねゴムが嫌いな人もいるから、そういう人はピンで、やっぱり朝早くメイクするときもあるじゃないですか。その時にはメイクをただするんじゃなくて、その前にむくみマッサージっていうものをやってくれるんですよ。いろんな髪飾りをつけて、どのオーダーをすべて受けてちゃんとやってくださるのがカインドさんです。ぜひカインドへ。すごく可愛いね、ちゃん親切丁寧。そんなできた、かわいい、やった。ライブごとの打ち合わせは必ずやった方がいいですね。まあでも今回も多分やると思います。私こうしますっていうことをアーティストの方々に伝えといて、本番に臨むと思います。でもあれでいいと思うんですけどね、その当時の衣装だから。ミレイちゃんはその次の段階で、まやさんと中山氏が終わった後の間に、ミレイちゃんは日田さんが手が空いてるわけだからさ、ミレイちゃんさ最悪外せなくて日田さんに渡してもいいわけじゃん、はい、これをもっと読み込んでこなきゃダメだ、はい、その話についていけるようにさ、はい、でも読み方分かったよね、これ。はい、はい、はい、すごい、しつこいぐらいに。チームの雰囲気は、私結構いろんなところ行くんですけど、なんか他のヘアメイク事務所の人とか、あの先輩のアシスタントがついてるのとか、すごいアシスタントの動きとか私見ちゃうんですけど、そういうの見ちゃうと、やっぱりカインドはすごい丸いです。あのチームワークっていうか、すごいなんか先輩とコミュニケーション取れるサロンっていうか、彼女はうちの新人さんで、ライブの多分最前線に立って排外をしていくっていう経験はまだないと思うんですね。なんかその立ち会った経験とかあると思うんですけど、だからあの要はセットリストの見方であったりとか、何をしなきゃいけないってことがまだ完全には把握しきれてない。だから見方をこういうチャンスの時に教えてあげて、まあそうですね、なんか次に行った時に同じようなこうことが起こっても把握しやすいと思うので、うわぁ頑張っちゃ、はい、今日使った道具とか早替えに必要なものを準備してステージの裏に行きます。ここにもエレベーター内ではコップかコップかソーディーかそれがベッドの話から部屋替え部屋をチェックしています。はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、ステージ中移動しますよ。
に入るまでは知らないでしょ。ライブのメイクがこんなに、雑誌はこんなんで普通に可愛くメイクしてればいいし、衣装に合わせてとかその雑誌の雰囲気に合わせてなんばかっていうのはあるけど、アーティストが行ってライブやってそれのヘアメイクがこう普通の雑誌やったりなんだっていうのとだね、違うっていうのが分かんないよね、やらないとね。でしょうか。カインドはライブだけではなく写真集や広告、いろんな分野で活動しております。そしていろんなチャンスがあります。スタッフ全員でしっかりと皆さんを応援していきますので、もしカインドに興味がありましたらカインドに来ていただけませんでしょうか。待ってます。